ラッセル軍はアメリカ合衆国アラバマ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は52,947人であり、2000年の49,756人から6.4%増加した。軍庁所在地はフェニックスシティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はクリーク族インディアンとの戦争に参戦した。 ギルバート C ・ラッセル大佐にちなんで名付けられた。ラッセル軍はジョージア州にまたがるコロンバス大都市圏に属している。ラッセル軍は1832年12月18日にクリーク族から譲渡されていた土地に衆議会の法によって創設された。軍庁所在地は数回変更された。1833年から1839年はジラード、 1868年までは、クローフォード、1935年までは、シール、1935年から現在は、フェニックス式となってきた。軍名はアメリカ第三不評連隊の大佐で、米英戦争に従軍したギルバート・クリスチャン・ラッセルシニアにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は647.38。 平方マイルであり、このうち陸地641.32平方マイル、水域は6.06平方マイルで、水域率は0.94%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。